はい、ナチュラルベーシャムです。今日はですね、牛さんです、ご紹介ですっていうなんつうんだろうな、はい、うちのナチュラルベーシャムのですね、シフォンケーキですね、はい、この子の、この子たちのですね、牛乳を使っております。王の、ミルク工房さんですねの、牛さんたちです。のびのびとね、暮らしてますね。みんな仲良しでね、こうみんなね、ここ人慣れしてるのかね、来るとね、皆さん結構見て、今日は近寄ってこないな、結構ね、柵ギリギリまで近寄ってくるんですけどね、結構、はい、こんな感じでね、たくさんほら、まとまって、寒いからかな結構ね、お団子みたいにまとまってきますね、かわいい、はい、こんな子たちですね、のびのびとね、下の中で育っている牛さんたちです。はい、ね、かわいい、はい、いっぱいいます。ここのね、他にもね、いる点々とね、こう場所場所であっちのね、遠いあっちの方にもね、いますし、ね、ここのね、こっちの方も全部そうなんですよ。こっちが今今日いないですけどね、上の、プラネタリウムのね、裏側にも小屋というか牛舎っていうんですかね、あって、この下にもねありますね、はい、そんなとこからね出てくるんですけど、まあ、ね、本当に夕暮れ寒くなるまでここでのんびりしてるのかな結構ね、ここね散歩起伏があってね、結構いいぐらいの運動になりますけど、気持ちがいいですよ、はい。このね向こうかまた下って登るんですけどね、あっちの方からこうね、こっちの方へ見ると、まあ、前景というか見れるのでね、非常にこう広いね、先の方まで見れる晴れ晴れした気分でスカッとします、はい、ということで今日はこの牛さんたちのご紹介でした、はい、ね、この牛さんたちのおかげで、今ね、シフォンケーキの美味しくシフォンケーキが仕上がっております、はい、ということでありがとうということです。では失礼します。